パパイヤさんじゃん。道の駅足が久保に来ました。なごさん何食べたい？なごさん、はーい、ペタ。はい、なごさん食べていいよ。味噌ポテト。ガブッとお願いします。揚げたてだって。おいしい。いただきます。おいしい。もう一口で行くの。行かなかった。わこさん、わこさん、ちびっとだけどさ。ね、ちょっとずつ食べてるね。おいしい。美味しいのかな。結構食べるね。ちょっと待って待って。一回がいいよ。はい。ソフトクリームと取ってほしいんだって。取ってあげて、ソフトクリームと。トトが紅茶のソフトクリーム買ってきました。パックどうですか？ここで取れた紅茶って言った？ここら辺で取れた紅茶らしいです。いただいていいですか？あ、紅茶だ。後から来る、ね、美味しいね。美味しい美味しい。トトは紅茶好きです。コーヒー嫌いだけど紅茶が好き。ちょこっとだけパク。2回。めちゃくちゃ綺麗。冷たくて気持ちいいね。なこさん、なこさんも触ってみなよ。冷たいよ。チャパチャパって気持ちいいね。すごい綺麗。旅館に到着です。なこ、どこに来たんだっけ？教えて教えて。どこに、どこだっけ？ここです。ここに来た。はい、到着しました。到着しました。お父さんは寝起きでまだぐずぐずです。あ、そう、来るときにね、これ買ってみました。全然飲まない。いつもと味が違うからかな。飲まないですね、あんまり。なこちゃん、温泉行ってくる？お風呂入る？入る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 。じゃあ浴衣に着替えましょう。お食事です。まず上州牛のしゃぶしゃぶと、これ豚肉の味噌漬けの大判焼きと、
ごま豆腐、舞茸の生姜に、鹿肉のサラミ、ナスのごま味噌あえ、両人こんにゃくのお作り、味噌ポテト、あとは茶碗蒸しと野菜の天ぷらとご飯。とうどんとデザートが来るそうです。なかさんのは美味しそうだね。ハンバーグに茶碗蒸しに味噌ポテトにご飯。いただきます。はい、どうぞ。美味しい。美味しい、よかったね。なこちゃんのとこにミートソースきました。よかったね。私も食べてますよ。はい、食べてます。はい、お魚来ました。茶碗蒸しに来ました。茶碗蒸し食べる、うん、はい、茶碗蒸し食べる人。はい、食べる。あ、ちっちゃくしてくれたのね。優しい。優しい。座して。お手でダメ。座って。あげないよ。座って。座った座った。ダメ。立たないよ。お座りしてだって、わこ。お座り。そうそう、座りして、座りして食べて。はい、はい、ほら、ネーネーがくれるって。うん。はい、あーだって。あーうん。うん。あー、ちょっと、むすびコロリンで。どこ行った。はい、ごちそうさまでした。いっぱい食べたね。お腹いっぱい？はい、僕さんもはーいだって向こうで見て見て、撮って撮って、あーお腹いっぱい。僕さんいっぱい食べましたか。はーい。はいはいはい。僕さんお風呂入る人。はーい。猫ちゃんも入る。はーい。はい、じゃあみんなでお風呂入るわね。ナコさんも言ってきなよ。ナコさんと、あら、ナコさんも言ってきた。せーの、お、立つの。ゴンって聞こえたよ、なんか。誰ですか、落ちたの。にあげてはこれ。なおさん座りして飲んで。
秩父キッズパークに遊びに来ましたよ。入って入って、これも入れるかな、高さダメかな、行って行って、なんかじゃゴーゴー、へへへ、取れるかな、無理だ残念なこちゃん、何があったのか、遊び取った。なこさん、そっち入って。スポット入って。あー、綺麗だね。かわいいね。なるほど。私がポケット
そうそうそう。入りました。はーい。どうぞ、これ上登れるんだよ。どうやって登る？ちょっと上行ける？あ、こっちに階段があったよ。切って、ほら、そこに階段があったよ。行ってみたら。ワカちゃんも、ワカちゃんは登れないな。登れる？よいしょ、よいしょって。ああ行ける？よいしょ。手伝ってあげようか。大丈夫よ。残念。残念って何？何もやってない。残念。四角のあっちゃった。四角のありがとう。すごい苦しそうだけど。すごい、この地すごいね。今宮神社に来ましたよ。すごいね、なこさん。木の中に、なんだろう、お魚さんいるよ、なこ。見える？ほらほら、少し白いのもいるよ。あ、真っ白がいるらしい。そっちから見えるよ。そっち。取られる。ベビーカー向いておりません。見えた、見えた。全然進まない。どうする？こうみたい。怖い怖い。
オッケーオッケー。オッケー。はい、入れて。はい、洗いました。やばいよ、5,000円洗っちゃったから50,000,000円になっちゃうよ。この悪い顔を見上げた。こういうこと言うとダメなんだな、きっと。だってさ、ほら100円を洗うと100万円に、500円も洗ったから500万円、5,000円洗ったから50,000,000円。すごいね、大金持ちだ。眩しいね。いいやつ飲むんだって。どう？水。それはこのだよ。よく食べるね。東秩父の道の駅に来ました。イエーイ。なんかすごい木の匂いするね。新しいのかな。バス停みたいです。バス停？和紙の里。え、和紙の里って名前？ここ和紙の里っていう道の駅。和紙の里東秩父道の駅。お子さん、はい。はい、じゃあお土産見に行きましょう、なこさん。はい、すいません。わしとんぼ。コマもあるよ。コマも？うん。コマだって。どっちがいい？コマと、トンボ。どっちの方が使えるかな、なこさんは。できるかな。うん、あ、ちっちゃいの。それにする？うん。選んでます。うん、どれにしようか。うん、それする？ここはどこだ？道、また道の駅の。さっきのとこでお土産買えなかったので、近くの道の駅のなんてとこだっけ、あれなんだっけ、小川の町、違う、小川町ってとこに来ました。でね、和紙、さっきのとこにも和紙あったけど、和紙のなんだっけ、ボディータオル合ってる、体洗うタオルと、来年のカレンダー買いました。かわいいな。よし、あとあっちを見に行こう。